芝居なんだけど全然お芝居じゃないところでやってるような皆さんの元に届いたっていうことは当たり前じゃないんだなと思いましたし、やっぱりそのお兄ちゃん2人の会話の部分とかは私は台本でしか読んでなかったですし、結構ミサっていうのが、あんまり関わる人が少なかったので、うん、あ、復讐ってこんな風に進んでたんだっていう、なんかミサ目線で見てしまってる自分がいましたね。私は始まったら終わるものが当たり前だと思ってたので、始まったのも途中でパツンと切れてしまって、でまた奇跡的に再会することができて、でキャストの人が誰一人かけることなく最後まで無事に撮影が終わって皆さんの元に届いたっていうことは当たり前じゃないんだなと思いましたし、奇跡みたいなことなんだろうなと思いましたね。お芝居ってその人そのものが出てくるんだなっていうのを玉木さんとか見ててもすごく感じますし、なんか玉木さんってすごい本当にお優しい方なので、その皆さんを見る目とかすごく優しくて、でもすごい熱いものを感じますし、ベースすごいいい声なんですけど、そこにすごい優しさとかを込めて伝えてくれるから、私もすごくそこに影響されるところはありましたし、現場でもすごく私人見知りなんですけど話しかけてくださるので、玉木さんには最初からそんなにガチガチに緊張せずに話できてたかなっていうのは、役柄的にもありがたかったですね。せいさんはそうだな、もういろいろ作品見させていただいてたので、本当にすごい方だったなっていうのをずっと思っていて、実際お芝居やってもらっても細かい動きとか表情とか仕草とかもそうですし、完全にその場にいるっていう、私が何言ってもきっと対応してくださるんだろうし、そのお芝居なんだけど全然お芝居じゃないところでやってるようなリアルな感じは、私のいい意味で引っ張っていってもらってるところはたくさんありました。頑張りますって言ったら頑張んなくていいよって返してくれたりとか、ただきっとそれぐらいのリラックス感でやった方がいいだろうし、いろいろ経験されたお二人だからこそ出てるものだと思うので、私もなんかそこに頑張ってついていかなきゃじゃなくて、あるものでいいんだよっていうふうに大きく受け止めてくださったので、すごく、いい刺激というか、あ、いいんだって